菜種油とは、主に西洋油菜から採取した植物油脂の一種。食用及び食品加工用に使われる。かつては灯火の燃料としても利用された。2009年の全世界における植物油の生産量は、パーム油、オーゴ、菜種油、ひまわり油の順で3番目となっている。日本では、菜種油が食用油の全生産量の6割を占めている。キャノーラ油は、菜種油のうち、品種改良によって、L化酸、Lシン酸とグルコシノレートを含まないキャノーラ品種から採油されたものである。カナダで開発されたためこの名が付けられた。したがって、菜種油とキャノーラ油は厳密には同じものではない。一方、日本の食用向けの国産油は、主に有害な L化酸を含まない無 L化酸品種ら、搾油されているため、菜種油の呼称が一般的である。菜種油は天ぷらに使うと独特の風味があり、日本をはじめ東アジアで古来から食用とされてきた。一方、アメリカでは食用が禁止され、認可されたのはキャノーラが流通し出した1985年である。アメリカで菜種油を禁止していたのは、従来品種から採取した菜種油には、過剰摂取により心臓障害を誘引する恐れがある。融点が摂氏 33.8 度と高い不飽和脂肪酸である L 化酸または L シン酸残機が 40% 程度含まれているためである。中でも L 化酸は全脂肪酸残機の 40% 以上に達し、油を多用するアメリカ型食生活ではリスクが高かった。L 化酸を含む種類の組成は L 化酸 25%、48%、オレイン酸 13%、51%、リノール酸 20%、27%、リノレン酸 8%、16%、他パルミチン酸、ステアリン酸数%である。そこで、主要生産国であるカナダで品種改良された結果、L化酸を含まず、グルコシノレート含量も削減された。この特性は、ダブルローと呼ばれるキャノーラ品種が開発された。キャノーラの不飽和脂肪酸は、オレイン酸が約 60% と最も多く、イカリノール酸 21%、32%、アルファリノレン酸 9%、15%、パルミチン酸約 5%、ステアリン酸約 2% であり、L化酸は 1% 未満である。キャノーラ油は、オメガ -3 脂肪酸と、オメガ -6 脂肪酸の比率は1、2で、一般的な食用油として、他に例を見ない理想的な比率を保ち、オメガ -3 脂肪酸及び、オメガ -6 脂肪酸を参照のこと、残りの大半は以下不飽和脂肪酸のオレイン酸であり、飽和脂肪酸は1割未満であるので、心臓病予防の観点からも優れた脂肪酸組成を有している。菜種油には、さらに伝統的な交配育種法による、品質改良により、オレイン酸比率が 70% を超える、高オレイン酸品種も開発されている。また、搾油後の菜種ミール、油かすには、人も含む動物の甲状腺障害に関与する、含硫化合物の一種であるイソチオシャネート、染具体のグルコシノレートが多く含まれている。しかし、グルコシノレートは、水溶性であるため、搾油された菜種油中には、グルコシノレートは含まれない。グルコシノレート類には約120の含硫化合物があることが知られており、特に菜種種子には人を含む動物に対して甲状腺種を誘導するゴイトリンの染具体のプロゴイトリンが多く含まれいる。一方、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツなどの油中の葉菜類の食用部分は主に葉であり、プロゴイトリン量は極めて少ないため、人は食しても問題はない。ゴイトリンは当然人に対しても有害である。しかし、葉菜類が安全なのは、ゴイトリンが人に対して無害ということでなく、種子でなく葉中のプロゴイトリン量が極めて少ないためである。なお、低グルコシノレートは、カナダキャノーラ会議では30マイクロメートルオル G 以下と定められている。欧米では、遺伝子組み換え技術を利用した品種が主力であり、カナダを中心に生産され、遺伝子組み換え作物、GMO として大量に日本に輸出されている。なお、菜種油には遺伝子組み換え食品の表示義務はない。味の素 J オイルミルズのキャノーラ油は遺伝子組み換え不分別の作物、つまり遺伝子組み換えの作物を使用しています。なお、油脂製品中には遺伝子を含むタンパク質は全く含まれておりません。としている。菜種油やその他の植物油脂から作られるサラダ油はドレッシングなどの食品の原材料に使われる。白香油は油揚げの揚げ油としてよく使われるほか、天ぷらや炒め物用の油として使われる。鹿児島県の一部では原料菜種を焙煎して搾油し、植物灰で処理したものを赤油と称し、食用に用いている。精製していないため、独特の青臭さと焙煎臭が強いものである。かつては、非精製油は行燈などの光源燃料としても使用され、江戸時代においては、水油といえば、植物油、特に照明用燃料、灯油としてはほぼ、菜種油のことを指す。ろうそくより、はるかに安価で煙や匂いも少なく好まれたが、灯油としては、他の油脂、鯨油、魚油などに比べ高価な部類であった。日本でも食品加工廃油を揮発性の高いエステル化し、燃料油とする試みがあり、使い古した菜種油をバスの燃料にするなどして利用されている。これはバイオディーゼルと呼ばれ、リサイクルとして進められてきた。一方、ヨーロッパ諸国では小麦の転作作物としてバイオ燃料用菜種が栽培され、安定した品質のバージン油が用いられている。近年のバイオ燃料ブームのため、トウモロコシ同様に食用輸送馬の影響を被っている。大手製油会社は、L-シン酸を含まない、グルコシノレート含量の低いキャノーラ品種由来の菜種油の意味として、キャノーラ油、カノーラ油という名称を用いている。キャノーラは、カナダカノーラ会議が採用したカナダのオイルを意味するブランドであったが、現在は北米は、もちろんヨーロッパでもキャノーラ品種から搾油されたという意味でキャノーラオイルが一般的に用いられている。一方、国内地場の小規模製油会社においては、キャノーラ品種ではない国産菜種を原料としているため、菜種油の呼称が一般的である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。